漫画家の友達が描いた絵をゲームにしてみた。今回は漫画家の友達にオリジナルキャラクターを描いてもらいました。完成はこんな感じ。早速ゲーム化してみよう。まずはキャラを召喚。跳ね返るようにしてっと。おお、いい感じだ。次はブロックを配置してみよう。うわー、ちょっと疲れたので筋トレってことで完成。オリジナルキャラブロック崩しの出来上がり。よし、友達に遊んでもらおう。喜んでもらえてよかったです。